インドネシアのインドゥーフード、インドゥーミーミーゴレンスペシャルプラス、揚げ麺に液体ビーフ粉末ソース、調味油、フライドオニオン、チリソースがついています。麺は中太でふくよかで適度な粘りがあり存在感があります。昔よりも質感が向上したように感じます。ソースはミーゴレンとしては控えめの味で、旨味は人工的ですが嫌味ではなく甘さもほどほどです。適度な辛さがあります。バランスがよく安定感のある味で、ミーゴレンの基準ともいえる製品です。フライドオニオンは硬くてコリコリした歯応えがあり効果的です。インドゥーミーのミーゴレンスペシャルプラスは外観がただのスペシャルとほとんど同一ですが、小袋の内容が豪華です。競合のセダップのミーゴレンと揃えるためではないかと推測します。